今からバー当て対決をしたいと思いますが、一応6球打ちます。6球打ってバーに当てれば1ポイント。バーから跳ね返ってワンバンしたのを蹴り込んでダイレクトでネットに突き刺せば3ポイント。なかなか難しいです。6球ですね。6球69ですね。AK69 大好きだからね。いや、それでちょっと勝負したいと思います。お願いします。はい、お願いします。最初はグー、シェイケン、はい。最初にシェイケン、これ。アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ。あー、じゃあ1番、1番。じゃあ1本目いきます。あー、そう、まあ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 、だよね、だよね。1本目でね、緊張してるよね。緊張しますね。そこは大先輩。こんなので緊張しますよ。バーって現役だ。あなるほど。ずっとやってる。フリーキッカーって、空気張り穴下にやるって言われる。知らない、知らない、そんなの。このゴム分重いから。うん、下にやって、そう、知らんかった。こっちの方がボール落ちやすいって、なんか都市伝説的な。あははははは。この距離なんですよ。やっぱ、ね、この距離しかない。あ、この距離なのね。人芝だしな、ちょっと下の形ね。そうなんや、人工芝はちょっとね、あれなんだけど、まあじゃあもうさあ、全然ダメだ。人工芝確かに難しいね。難しいですね。でかい、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 やると思ったの。あれはゼロだね。あれはどうなの、あれ。さっきのハウトゥーの続きで蹴るときにも完全に胸が上向いてたから外そう思ったよ。まあまあ1ポイントにしましょうか。じゃあシャーなし1ポイント。いやでも今ポイント、ね、重い。いや、いいシュート。あれあれ、それがいいんだな、これが。代打の水谷が優勝する。それはいかんぞ。代打に持ってかれるっていうイメージ大事だな。ちょっとこれ勝とう、マジで。いかんぞ。ふるっ！イエーイ！ふるっ！イエーイ！よっしゃー。納得がない、納得がない、納得がない、納得がない。痛がれ、慣れてる、慣れてる。3ポイント。あー、それで3点か。そう、だって今突き刺したもん。さっき突き刺した無理、水谷が突き刺した。3ポイント。そうっすね。それが地味に難しい。難しいよ。俺も思った、難しいと思ったけど、後ろ下がりながらのボールだから。うわっ、むずいな。今言い訳の準備した。あ、そう、散々説明してくれたから。フリーキックとは、フリーキックとはだからね。俺はもう何言われてもいいよ。大事なのは自分の意思で。大切なのはやっぱり自分を信じることだし。おいいこと言う。ポジティブなこと言ったら実現されるし、ネガティブなこと言ったら脳がそれに準備して悪い方向に持っていくんで。そういうことね。イメージが大事です。イメージが大事です。立ち直っていくから。よし、ここでもう蹴りをつけよう。まい、よーしよしよし、まあまあまあ、いや、すごい。水谷君はチャンスあって、テセも勝ち目ないから、当ててボレーしたら同点に。いいっすか。もちろん。とにかく2人ともそれしないと同点にはならない。 OK。 いやいやー、マジかー。バーテをやりだしたっていうことがもう間違いっていうホームだから。だからね、この2人がバーテ代表で出ることは絶対に受け入れがたいことなんで。なるほど。これだけはもう終わる前に言い訳してた。これやったらそうだ、バーテって俺のと同じのができたら同点ですから。いいっすよね。うん。取らないで、取らないで、取らないで。プロちゃん、ただいま表情は取らないで。プロは活躍した時に取られるけど、こういう時は取らないよ。ほっと見届けてください。最後は優秀の美を、はい、6本目いきます。どう外しても外す、どう外しても
オッケー、まあ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 、まあ、完勝、完勝です。それはもう素直におめでとうございます。握手してください。プロサッカー選手と握手でやってほしい。プロサッカー選手と握手でということで4点那須選手おめでとうございます。おめでとうございます。第2位水谷選手1点大体にまくられると思わなかった。まあこういうこともあるよね、はい、ありますね。そういうタイプじゃないんだよ俺その選手を競い合うタイプじゃないんだよ。どっちかというとそういうのぶち壊すタイプだ今までそうやってやってきたんで、今後ともよろしくお願いします。お願いします。ということでありがとうございました。ありがとうございました。